逆転合格の代名詞みたいな、ね、みたいなのがあるんで、で、はい、武田塾チャンネル。武田塾教務長の中森です。平方校の新田です。新田先生、はい、また今回も久しぶりに登場なんですけれども、はい、ご無沙汰してます。前にあの関西の私立の話聞いたじゃないですか。はい。でやっぱその関西って実際国公立がかなり人気だって話もやっぱりよく聞くんですよ、関東と比べても。はいはいはい。でその関西の方の人気国公立ってどこがあるのかなって、はい、その枚方校で例えば相談される大学でどこがあるのかなっていうのをちょっとよければ聞いていきたいと思うんですけど、はい、どこ人気なんですか実際。もちろん京大とか阪大とか新大とか、はいはいはい、そういうのはもう全然あるんですけども、はい、もう圧倒的に多いのが、はい、大阪市立。大阪市立、はい、確かにでもよく名前は出ますね、はいはい、なんででしょうねあれ。ちょうどいい感じなんですかね、みんな言うのに、はい、言い方あれかもしれないですけど、はい、もう本当に多分これぐらいだったらと思っている人が多いのかなと思います、ね。むずいですけどね、あそこは。めちゃくちゃ難しいと思いますよ。なるほど。いい塩梅みたいな感じじゃないかなと思いますね。はい、他に人気のところはありますか？名前が出てくるっていうところだと、はい、例えば京都工芸繊維とか、あと、まあ、京都府立で、たまに聞くのが兵庫県立とか。兵庫県立、はい、結構出てくるのが県の名前の大学じゃないじゃないですか、はい、和歌山とか三重とかあれも近いじゃないですか、はいはい、あれはあんまり来ないんですか、はい、いや全然ないんですよね。そうですね、和歌山三重はないですね。で滋賀大を、はい、たまに受ける人とかいるんですけども、うん、第一志望でっていう人はあんまりいないかなと。第一志望だとやっぱその目指す人はやっぱり大阪、京都、はい、神戸、はい、三強で、はいはいはい、人気でいうと大阪府立が次に多くなってくるみたいな。そうですね、大阪府立は、はい、理系の、まあ、中期試験があるんで、阪大、京大、まあ、新大もそうですけど、その辺受ける人はまず間違いなく受けますね。府立に関しては前期でそこを受けて中期で、そうですね、大阪府立府立を受けて、はい、まあ後期はまだあれですけども。大阪市立はなんかどの辺の学部が人気あるとか、文系理系どっちが受けるかっていうのはあるんですか？そうですね、市立は基本的には文系の人が受ける、はい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 、受けることが多いです。はい、反対に理系の人は学部がそんなにたくさん充実してるわけではないんで、はい、どっちかというと、まあ、文系の大学ただ一律の中に理系なのか文系なのかちょっとよく分かんない学部が生活科学部、ね、はい、あって、はい、まあ、生活科学部 の居住環境とか、なんか、はいはいはい、そういったところはすごい人気がありますね。あそこ A 数で受けられるところですね。あ、そうです、そうです、はいはい、なんで、まあ、そこをそうですね、志望するって人は多いですね。特にやっぱり女の子にすごいその辺は人気あるかなと思います、ね。なるほど、はい、そうですね。基本的にはやっぱ国公立志望は理系の方が多いですか？そうですね、まあ、うん、大体理系ですね、うんうん、はい、文系だとなんか変に国公立というよりはカンカン同立目指すような。そうですね、はい、まあ、カンカン同立、まあ、同志社がやっぱり多いです。同志社の上目指すんだったら総計よりは国公立みたいな。あ、そうですね、はい、うんうんうん、実際にその、まあ、国公立そんなに受かる人間多くないじゃないですか基本的に、はいはい、でその学力層的にっていうか、どのぐらいの子たちがどの辺目指すみたいなのがあります？偏差値どれぐらいの子たちだったらこの辺狙ってるみたいな。あー、なるほど。そうですね、現時点での学力というよりも、はい、まあ、ここまで伸ばせるんじゃないかなっていうイメージで、はいはい、出てくるのがそれこそさっきの一律なんですよ、はい、よく一律が出てきて、はい、でそれこそ勉強まだ全然していない偏差値、はい、じゃあ例えばそうですね、40とか、はい、うん、45とか、はい、っていう子たちでも正直一律ってみんな言ってきます。なるほど。国公立だったらまず一律 を目指そうみたいな流れがなんかあるのか。逆転合格の代名詞みたいな、ね、みたいなのがあるん で、はい、それをじゃあ超えてくると、例えばじゃあ本当に偏差値60とかになってくると、はい、やっぱり阪大が多いかなと思いますね、はい。京大っていう生徒さんはそんなに多くはないのかな。うん、で新大も平方は大阪といっても京都寄りなんで、はい、まあ、神戸ちょっと遠いんで、はい、新大もあんまり聞かないです。そうなってくると、まあ、阪大が、まあ、偏差値60あたりだったら多いのかなと。なるほど、はい、さっき その京都府立とか京都工芸繊維とかもそうなんですけども、はい、平方だからっていうのもあるかもしれないんですけども、はい、そっちの方に行きたがるっていう人も、まあ、ちらほらやっぱりいますね。なるほど、はい、分かりました。今回は以上です。武
田塾公式アプリルート武田ができました。入試までどんな参考書を使えばいいかがアプリでわかります。カリキュラムや参考書の使い方なども一目瞭然です。ぜひインストールしてみてください。